はい、ともチャンネルです。今ちょうど、MacBook Air 開いていたんですけど、はい、iPad mini を、まあ、横にはいつも置いてるんですね。で、この状態で、まあ、普段使ってるんですけど、まあ、普通にね、あのマウスをこう動かすと、まあ、別に普通のパソコンと同じように、この画面の中だけで動いています。でやっぱりね、サイドがこう、もう一つサイドにね、もう一枚モニターが欲しいなっていう時に、まあ、いつもこうやって iPad mini を置いてるんですけど、だいたい左に置いてるんですけど、iPad mini を、まあ、立ち上げた瞬間にね、iPad mini をこう立ち上げた瞬間に、このマウスの行き先がこっちにも来るんですよ。まあ、これがやっぱりね、iPad Air と、まあ、iPad じゃない、MacBook Air と iPad の連携のしやすさなんですよね。で、こっちをサブモニターとしていろいろ情報を見たいときに、こっちだけだとやっぱり画面の手狭さっていうのがあるんですけど、もう一つね、あることによって、この PC の画面を無駄にせずにこうね、半分にするとか必要なく、別のモニターにね、同じ情報を載せてあげて、これで確認しながら情報を見るっていうね、でこっちを作業する。こういったことが、電源を入れた瞬間からすぐできるんですよね。やっぱりこのね、連携のしやすさっていうのが、Apple のね、一番便利なとこであって、iPad の、まあ、使い方としては、これも正しい使い方だと思います。私の場合は持ち運びしやすいように iPad mini を使っていますけども、こういった時だけはやっぱり画面が大きい方がいいなと思うことはあります。ただ、画面が大きいから見やすいっていうだけで、わざわざね、また板一枚を用意するっていうのもあれなんですけど、MacBook Air のこの画面が、まあ、13.3 インチだから、まあ、小さいといえば小さい。ただサイドにもう一枚画面があることによって情報の、表示するエリアがね、これで狭いかっていうと、まあ、必要十分見えて見えるように、表示できるので、まあ、それでこれを使っていればね、作業効率を落とすことなく情報をこっちで見られる、まあ、こういう使い方がやっぱりね便利です。どんなに画面が広くてね、例えばもう一枚これと同じ画面の大きさがこっちにもあったら、それはそれでね、すごい作業しやすいです。例えばウルトラワイドモニターみたいな画面がね、大きいやつ、そういったものがあれば、1枚あればね、作業の効率はものすごいいいんですけど、ただ例えば こういう表示をした時に、まあ、画面が例えばこういうような中途半端の大きさであったとします。で、その時にダブルクリックをしてあげると、まあ、全画面表示になるんですよね。で、これが全画面表示のいいところなんですけども、ダブルタップでね、全画面表示する時のいいことなんですけど、これが、まあ、ウルトラワイドモニターになってしまうと、ワイドモニターのすべてをこの1枚でね、埋め尽くしてしまうことになるので、やっぱりちょっとめんどくさいんですよ。だけど、この画面の大きさプラスもう1枚別の画面としてね、iPad mini をここに用意することによって、この MacBook Air の画面いっぱいにダブルタップすることでね、こんな感じで全部表示することができます。これはもう本当にこの画面で見やすい最適な大きさのホームページを画面いっぱいいっぱいで見れるっていうメリットなんですよね。ウルトラワイドモニターでこれやっちゃうと横に間延びしたホームページの見え方がされてしまうので、要は隙間がいっぱいある画面の見え方になってしまうんですね。まあ、それってのは画面が広いから見やすいかというと見にくい、逆に見にくくなってしまうわけで、
横にサブモニターがあるこいつを利用しながら作業をするに至っては、これがやっぱりこのサイズの、縦横比、まあこのぐらいがやっぱり一番作業しやすいんですよね。まあ一回一回手間をねかけて、この小さい矢印でねこう持ってあげて移動してるしてあげるんだったらいいんでしょうけど、なんせね、このクリックだけで大きさをパパッと変えられて、なおかつもう本当に固定の位置にねできるので、まあ、この方法がやっぱり一番便利なんですよ。であればこのサイズ、この画面の縦横比を崩さない別にモニターがあった方がやっぱり見やすいし、作業の効率はいいと思うんですね。もう本当にタッチで表現することができるので、結局この、タッチパネル、タッチパネルを使って表示する、直感的に表示ができて直感的に作業ができる、それが横にあった方がやっぱりね、パソコンで作業をするにあたってもやりやすいんです。やっぱりこの直感的に、まあ、指でねやるにしても、ここからマウスをパッと持ってきてね、これで作業するにしても、もう本当どっちでもやりやすい。これが iPad mini、 まあ iPad を持って MacBook と、まあ、MacBook、連携して使う、まあ、最強のね使い方になるんじゃないかと思います。無駄にねいちいち連携する必要がないっていうのがいいんですよね。まあ、最初に設定する必要はあるんでしょうけど、それ以外一回やってしまえばもうずっと MacBook Air を開いて、必要な時に電源をねポチッと画面を開いてあげると、そのまま連携してこっちも表示、作業できると、こういうのがねやっぱりスマートでいいんですよ。スマートじゃなければいくらでもやりようはあるんですよね。アプリの連携で同じ Wi-Fi につながっていればできるっていう Android のアプリもあるし、そういったものもね、まあ、確かに使い勝手的には似たようなもんですけど、電源を入れてパッとつないで、でシームレスにマウスも使えて、まあ、なおかつこのねキーボードまで一緒に使える、もう本当にサブディスプレイとしての Wi-Fi 環境関係なく近くにあるだけで使える、このモニターのね、サブモニターの使い方はまあ Apple 製品ならではかなと思います。この辺を Windows とかでやるとやっぱり手間暇はかかるんですよ。似たようなことはできるんでしょうけど、やっぱり接続にワンテンポ Bluetooth だか Wi-Fi のね、環境下にあって、なおかつワンテンポ必要になりますので、このね使い勝手は MacBook Air、まあ、私の持ってる環境では MacBook Air とこの iPad mini、この2つの連携にね、とっても作業的にはもう効率が良くなっております。はい、でこれをね縦にしたところで、これ実は変わらない作業環境なんですけども、本当にねもう行ったり来たりするのも全く変わらないんですよね。もう本当に変わらない状、もう縦も横も変わらない状態。なんならね、MacBook Air とこの iPad mini の縦の画面がほぼ同じぐらいなので、並べた時にはこっちの方が見やすいのは見やすい。作業しやすいのはしやすいです。まあ、だからといって横がやりにくいってわけじゃないので、まあ、それはそれでね、使い勝手のいい方でやればいいんでしょうけど、結局この、モフトをね後ろにつけてるおかげで、縦も横も両方ともね、ただ単に置き換えるだけで使えるっていう便利さもあるのかもしれません。で電源切れば、まあ、画面をね一旦消せばこのままね、どっか行ってたカーソルもこっちに戻ってきますので、まあ本当にね電源を、まあ、画面をつけるだけでこの環境が整う、まあ、これはもう本当にね最強ですよ。まあ、なんならね持ち出しもこのままできちゃうこの iPad mini 6、これがやっぱり私は一番大好きでございますということです。あ、そうそうそう、このビールジョッキみたいなやつ、こいつがね1リットルぐらい入るらしいんだけど、
中が2層のね、ステンレスの真空管になってるので、結構冷たいものは冷たいまま置いといてくれる。この間6時間ぐらいほっといたんだけど結構冷たかったですね。まあ、そんなわけでね、まあ、とりあえず私は今この環境ですごい作業的にははかどっていますというお話でした。ではまた。